づいてきました。皆さんはできるだけ方言を使わないようにしてきちんとした日本語身につけましょうね。先生びっくりした。どうしました球長さん。給食の時間、よしのりくんが私に向かって夜の講義って言ってました。夜の講義やし。本当ですか、よしのりくん。本当です。やがやな限り。先生、やがやな限り。そんなことじゃなくて、よしのりくん、球長はね、谷中アギじゃないんだよ。かといってちょっと鍵でもないぜ。平均よりちょっと下くらい、45点くらい。だよな、だよな。誰が45点よ。よく見れ。何点？やっぱり45点。だよな。そうじゃなくて先生、谷中アギは方言です。方言を使うのはいけないと思います。そうだよ、よしのりくん、45点の子が言う通りだよ。もういいです、それは。よしのりくん、次からは谷中アギじゃなくてなんて言いますか。はい、これからは谷中アギではなく標準語でちゃんとブースって言います。よくできました。じゃあ練習してみましょうね。わかりました、わかりました、わかりました。球長のブス、球長のブス。大丈夫か。ちょ、吉野里くん、アガーは方言です。そっちちゃんと言いましょう。アガーじゃなくてちゃんと痛いって言います。そうそうそう、やだ痛い。アガーじゃなくて痛い。今日も我がクラスは平和です。平和じゃないよ。